どうも、エスゴTVのやすです。そして、アウさんと。アウさんです。この方、猫さんです。はじめまして。企画名、いきましょう。はい、クラちゃんに挑戦。はいはい、ありがとうございます。まあ、猫さん、何を隠そう、こちら、オークヒルズカントリークラブさんの現役クラブチャンピオンになります。クラちゃんですよ、2連覇。しかもそう、2連覇中の、はい。まあ、そんな猫さんに、まあ、ちょっとね、猫さんのプレーから僕らはこういろんな技を盗みつつ、はい、まあ、挑戦ということでね、はい。まあ、一応あわよくば、うんうん、打ってやろうと、うんうん、いうことですが、はい、ね、はい、今日はオークヒルズメンバーさんしか回れないフルバックティーから、はい、やらせていただきますんでね。どんなコースですか？よく白ティー、ブルーティーはいらっしゃるんですけど、はい、黒ってメンバーさんしか回れなくて、はい、ガラッと変わりますんで、はい、難易度も変わるんで、はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。うん、まあまあ、ちょっとそれ楽しみながらね、はい、どうですか、そういう企画は。でもエンジョイラウンドなんですよね、これは。対決じゃない、解決じゃない、対決じゃない、だからその、はい、見せ、はい、見たい、じゃあクラちゃんって、まあ、でもあくまで挑戦っていうね、親睦を深めようと。もう全然、はい、そうそう、で、なんであのこんなにもうちょっと慣れ慣れしく話してるかっていうとですよ、皆さんね、クラちゃんに失礼だぞみたいなねコメント入らないように、あのね、もともと猫さんはあのヤスゴル TV の視聴者で、ちょっとそういうつながりで、あの僕今ダブルス、まあ、パートナーとしてというか、まあ、主にね猫さんと結構ダブルスの試合に出させてもらって、猫さんの力を使ってたくさん勝ち上がっているそんな状況でございますがだからなんだそうそうそうもうほとんど俺の球採用しないから、アウさんともね、まあまあ面識はある、あ、まあまあ、ラウンドもラウンドもね、はい、うん、っていう感じで、はい、まあ、イベントとかでね、安子のなので、はい、まあ、こんな感じでやらせていただいてるんですけど、はい、まあ、ちょっとこの企画ずっとやりたいんでね、一発目、はい、まあ楽しく、あとまあコースのね、こんな感じなんですよみたいなの知ってもらいながら、うん、できたらいいなと思ってます、はい。で今回ですね、うん、ちょっと注意点というかね、あの試験的に受けカメラをこうやって見てます。なのであのまあちょっと映像どれぐらいそれ使えるかわからないんですけれど、なのであのいつもの撮ってるカメラからあの結構近い距離にカートとか人が映り込んでる場合があるんですけど、それはあのちゃんとそれを警戒したカメラマンになりますんで、あの安心してください。決して打ち込んでるわけではございませんので、はい、まあ、風が強いっていうことで音がどれぐらいあのちゃんと撮れるかわからないんですけど、うん、まあ、それだけ気をつけながら頑張っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで最後まで見てください。よろしくお願いします。1番パー4、435ヤード。今後のヤスゴルの目玉企画になりますから、これは、うん。クラちゃんに挑戦。しかも、現役。2連覇中、ね、?2 連覇中ですよ、うん。一番飛ぶのは、はい、ちょっとコース解説させていただくと、はい、あのバンカーの右のあたりですね。あ、逆にバンカーの右に行くと左にダーンと転がってくるんで、あ、右にダーンと。あ、ここですね。はい、さすがにバンカーの上はまずいんですけど、うん、バンカーの右から行くといい。なるほど、なるほど、はい、まあまあまあ、朝なんで、ね、朝一なんで。じゃあオークヒルズフルバック、はい、ね、クラちゃんのプレーを堪能しつつ、あわよくばクラちゃんグイトじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。これはね、ベストです。ナイス。ナイス。このオークリーのサングラス、スイングしやすいな。このオークリーのサングラス。これこのエレクトリックのサングラス。お願いします。お願いします。よいしょ。よいしょ。ナイス。あ、大丈夫ですよ。ちょっと右。お願いします。お願いします。ああ、ナイス。あ、これもいい。これ風に乗るぞ。
ナイスビッグキャリー。ぜひ、クラちゃんの方ね、うん、そう他にもね、本物のクラちゃんを、本物っていう、いや本物なんですけど、はい、ぜひあの DM ないしはメールしていただけたら僕ら行きますから、ね、どこにでも行くんでね、どこにでも行く、あボールがもうあるぞ、アウさん一番飛んでんじゃないかな、アウさん多分飛んでます、うん、本当あれ風にすごい乗ってる感じだった、さんかピン振ってますねこれね、何番でいきますか、5番アイアン、5番アイアン180ぐらい、180ぐらいですね、しゃあ、え、すごい球だ、ナイスオン、ありがとうございます、めっちゃもですね、はい、研修会の金田さんから教わったんですけど、あ、そうなんですか、はい、こうやってみんなこうやってんじゃないですか、はい、金田さんですね、はい、で盛んのようにこう金田さん見てるかな、受け止め、はい、スタンバル前に打ってたけど大丈夫なの確かに猫さん160上げてるんで、ちょっと上げてきたね、うん、まいじゃないこれ、え、バンカー？はい、150ぐらいですね、はい、6番でいきます、はい、しゃー、ナイス、でかい？あ、やべ、でかい、ちょっと奥、怒られちゃう猫さんにそれはもうバンカーを避けたマネジメントですか、ね、あそこは狙ったんだけど、うん、でかかったですね、うん、カメが緊張しますね、そうっすか、もう全然体やっぱ動かないですよ、全然素振り見せてないあの緊張したことないっすんでね、カメラでは、はい、さすがですね、いやそれよりやっぱ競技とかの方が、競技もなんかいいスコア出さなきゃいけないみたいな、それもないんですよね、はい、ないんだ、ないっすね、競技の方がやっぱ緊張しないですね、あ、まあまあ、はい、まあ慣れてる方ってことですね、だからそうですね、多分25ヤード、3打目ですね、58度で、あ、惜しい、ちょっと深みに入ってなかった、うまい、はい、10ヤードぐらいですね、58度で、うわ、これめっちゃ着りそうだな、あ、結構いくね、ちょっと前出ちゃいましたね、思ったよりね、まあ、ガッツボギーだな、うん、これは30ぐらいありますね、はい、いやー行かない、登ってんすよね、登ってんすか、こっから下りみたいな、あーむず、こっからは登ってないですか、こっからはさすがに安くのあたりから下って感じになりますけど、途中までは平らぐらいな感じ、わかりました、さあアウさんパーパット、ゴー、むむ、待ちます、グリーンだなこれ、このコースは10ヤード上り、上ってるわ本当に、おー、ナイスタッチ、 OK です、じゃあいただいちゃいます、はい、ナイスパー、なかなかやらしい傾斜に切ってますね、これね、今日、はい、3メーター、うまい、よし、オッケー、ダボ、
1m ボギーパット。うまい。ナイス。ナイスです。いやしびれボギーじゃないですか。やっぱ奥はダメですよね、猫さん。奥はもう5パットですね。ピンポジきついよ。いやさすがです。すごいっすよ、まぐれです。ナイスパー。180ぐらいありました。180ございました。180、うん、残り何でした。僕は150ぐらい、うん、もっとなかったですね。あ、もっとないですか、うん、多分3、40ヤード置いてきましたよね。あ、うん、いやいや、そんなもうキックが良かったんじゃないですか。あそこキックないっす。いや、猫さんだって飛ぶからね。いや猫さん飛ぶ。全然マジで、ね、いやでもちょっとね、あの泥のつき方を見ると刺さった感はあった、ね、緩いところに。だからね、そのそういうなんか励まし方も上手ですね。いやいや、さすが。違うんですよ。猫さんからのその圧を俺は受け流してるんですよ、今。いやいやいや。パートナーですよね。パートナー、いや、ダブルスの最中もひどいんですから。ダブルスの最中でも、なんかマウントの取り合い。そう、取り合い。マウントなんか取ってないのに、マウントだ、マウントだって言われちゃうんですよ。いや、取ってくるんですよ。俺をなんかね、煽って、うん、勝手になんか振り始めて、肘いてとか言い出して。2番パー4、400ヤード。そこが抜けてんすよ、あの。風が左から右に大体抜けてるので、うん、右にペラっちゃうと右の OB に行きやすいですね。ああ、なるほど。で、非常にアクシデントになりやすいコースです。それはメンバーさんじゃないとわからないですね、その風は。わからないな。だいたいバンカーの方狙ってって右に流される分にはいいかな。なるほど、はい、勉強になります、はい、いや、あのコースの説明してるだけで、いや、やっぱコースを知るっていうのはね、ゴルフにおいて今日はこのオークヒルズの魅力、楽しさと魅力を僕は伝えたくて。あ、なるほど。オークヒルズいいっすよね、プライベートでも全然来ます。めちゃくちゃ来てますよ。白ぐらいが良かったんですけどね、僕は、うん、僕もですね、良かったですか。ヘッドスピードどこですか。いや、45はあると思ってたんですよ。はい、でも今最近42ぐらいじゃないかっていう説が、説がね、ヤス君と回るようになって止まらなくなったんですよ。え、ですよね。なんで。完璧だ。そんなさらっと打つ。あ、超えてる超えてる。あ、ナイスオー。超えラフ。飛んでるときはいいんですけどね。飛んでるじゃないですか。さっき散々あの2つ目のバンカー超えるのは飛ばし屋だって。いいですよいいですよ。言ってたのに。これ始まってます。始まってるぞこれ。飛びました。僕はあの言われた通りバンカーの上からフェードで。あ、ナイス。大丈夫か。どうだ。大丈夫。はい。ああ、右に、あ、入った。本当？マジで。うん、右キックっていうか、なんか、うん。跳ねた。跳ねた。右なんか跳ねて転がっていっちゃった。あれ見ちゃうとな。もっと左からでいいかもね。うん。てか猫さんマジ飛んでましたね。ナイス。行ってみて。行ってみます、はい。165ヤード。165ヤード。左足上がりなんで、うん、また7で。7で、はい。ちょっとさっき緩く打ちすぎたんで、うん。風がちょっとわからないね、これ。フォローなんだけど、うん、まあ、フラットだったら8で行く距離なんですけど。うん、まあ、バンカーもあるんで、うん、7で行きます。7で、はい。ウケカメ子がね。え、ウケカメ子なんて、なんてウケカメ子。よいしょ。うまい。何すぎてないの。あ、ナイス。ナイス。ちょっとでかいかもしれない。でかいんだ、あれ。いや、いや、感覚的にですけど、うん。さあ、140ヤード。140。
打ち上げ、はい、8番、8番で、はい、ナイス。ナイス。アイアンフェード系を多用してるんですか？今とかさっきのシチュエーションは、はい、ピンが右にあったんで、はい、ちょっと左からこう右に結構曲げ、なんか前の、はい、クラブの時よりも結構曲げに行く、はい、今のはあれをしてるっすね。ミスですね。ミスなんすか？はい、ミスなんだ。かっこよく今言ってみようかなと思ったんですけど普通にミスです。本当にミスの、どっちがあれなのか分かんないからな。何ヤードですか？93、ええ、56度で56近くない？いや全然こんなもんです。本当、はい、ラッキー前4なんで、はい、ええ、いやこれはいい前4だぞ。ちょっとフォローなんで、はい、56度で、はい。風がねきついよ、こんだけ吹いてると。攻めたな。ナイス。ちょっと当たり薄かったっすね。ちょっと薄かった、ナイス目つき。よし、22ヤード、58度で、はい。うまい。ナイス。ナイス。どうぞ。ナイスです。25ぐらい、はい、56度で、はい、止まる。あ、ちょっと奥、ちょっと入っちゃいましたか。入っちゃった、うん、20ヤードぐらい。猫さん20ヤードぐらい。パターだ。と奥、ナイスです。ああ、アウス、あれ3打目じゃないか、5打目か、うん、これ6打目。ラブパット、はい。あ、入る。うおいしい。OK、いただきます。うん、どんまい。ナイス。これは入れたいな。怖い、うん、じゃない。失礼します。はい、うん、ナイス。ナイスです。パーパット、はい、2m フックで見ます。あ、弱い。OK。ボギー、ボギー、これ取り。3番パー5、493ヤード。これそう、白ならこの木のね、右行ってみたいな話ですけど。右だとこれ右からアゲンストになるんですよ。はいはいはい。狙い目はあのバンカー方向ですか、やっぱ。もうバンカーかその右ぐらいでもいいですね。でもその右にもバンカーあるんですよね。あのバンカー入れたくないんですよね。まあでもパー5なんで、3段の勝負というパーは取れるかなと思います。え、あのゼブラでいいんですか？ゼブラがやっぱ一番いい、一番いい、はい、やば、とんでもない上げだ。特にこの風がここ抜けるんで、はい、おお、やばい。ということで、まあこっちから取ろうかな。下が見えるように。うん、上げがやばいですね。よいしょ。しょ。これいい球だ。ナイス。ナイス。めっちゃいいとこ。まあゼブラ行かねえな、あれバンカーまで。大いに受けてそうな。バンカーっぽいな。
しょ。あ、これはでもね、あるはあると思います。全然問題ないです。うん、むしろあれある、あれは全然、そうか、林の、林の前までは言わないですけど、うん、あると思います。どうですか、カメラに撮られながらの。どうですか。いやもう全然違いますね。本当にだって言うても何万とかって再生されるわけじゃないですか。まあ、回数で言うと。そうですね、全然ちょっとね。いやでもなんか多分やっぱりよくこう初めて出ていただいた方とかが言うのは、はい、まあ、もちろん最初はそういういろんな人見られるっていうのを気にするけど、はいはい、でも まずこう撮りながらこうゴルフをするっていう、こうもう普通に手間とかそういう工程にやられちゃう人が多いですね。その普通に結構しんどい、しんどいんで慌ただしくなるんで。そうですね、やること多いですね。そうなんですよ。あ、あのバンカー左が俺かな。前見れます、見えます、出す。さあ、アウさんが出します。はい、5番アイアンで。はい、うっす。前のね、撮影隊に。でもナイス、大丈夫でした。当たってなかった。全然当たってないっすね。カート超えたの俺。カート超えましたね。うん、オッケーオッケー。まだ200あるんですけど、うん、まあ、この間を低めに4番で、うん、ジャスティンが、久々のジャスティンが、おいしそう。お、抜けました。うん、ナイス。一応あの近くまで行っちゃうといけないんで、はい、これ何ヤードですか。残り230ぐらいまで、40、50ぐらいですかね、はい、奥なんで。多分こんだけ上げてるんで、はい、間違いなく届かないんで、はい、右の池だけ気をつけます。スプーンですか。スプーンです、はい。ナイス、ナイスカットで。あ、でもいいとこですね。右手前、ナイスです。今のはさすがにカット打ちに行きましたよね。左向きすぎてんなと思ったんで、はい、しっかりめのカット、しっかりめのカット。172 5U、ご愛。あ、画角入ります。ん、はい、すみません、猫さん、どうぞ。やばい、当たりが。いや、行きましたね、あれ。行った、行きました。行けですね。どんまい。97ヤードアゲンスト、もろ上げだね。まだ今やんでるんで、まあでもちょっと、いや上げてるでしょう。はい、52で、はい、すごくいい感じで、ナイス。おいそん、ちょっとね、もう真央さん行く、風の影響なのか。60ヤード、56ですか。はい、1、2、あ、おい、おい、はい、5打目、3、5打目、はい、うん、ナイスオン。いや、これすらもちょっと風受けたっぽかったっす。上で止まった。さあ、猫さん3打目、から60ヤードぐらいですかね。はい、55ぐらい、はい、58ですか。58です、はい、
あ、これ良さそうだ。右スピンかかるぞ、これ。絡んで落としましたか。引っ張ってますね。あ、ちょい引っ張り。あ、ちょいこぼれ。まあまあまあ。さあ、バーディートライですね。そうですね。とはいえ、6メーターぐらい。うん、ナイス。バレました。6打目、6打目そう、合ってる。はい、15メーターぐらいあるな。入れ。うぇー、ナイストライ。ナイス。切れました。ちょっと切れた。フック。フック。はい。11ヤード。上りフック。やっぱちょっと重い感じがしますね。これ俺ですね。入れます。はい、こっからちょっと切れてきそうだな。1メーターちょい。ナイス。ナイス。ナイスパー。ナイス。ナイス。うまい。7打目。はい。1.5。はい、ナイス。ナイス。なんでそんな強く打てんすか。ピン折れるかと思いました今。7打目だからじゃないですか。7も8も変わらんと。7も8も変わらないっす。うん、いやさすが。ナイスパットです。あれぐらい折りに行かなきゃダメですね。うん、ナイスパー。さすがです。今降りに行きましたか。今あれじゃ折れないですね。これで1本目。そうです、これで1本目終了と。さすがですよ、クラちゃん。いやね、なんやかんやこの風で、うん、いやいやね、多分ね、本人は多分不満だと思うんで。いやいや、もう最高のプレーができた、うんね、そうですか、まあまだまだね、うん、まだこれあれですから。うん、まあ、一応クラちゃんに挑戦というね、企画ですから、なんとか食らいついていきたいなと思いますんでね、ぜひ次も見てください。おっす。